トン。スーパーサイヤ人をさらに超える、考えたこともなかった。No Dragon Balls, no Dragon Balls. No side quests, no side quests. Darling, get Bolinia. I'm going to go to the back of the car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 . I'm going to go to the back of あの地下にコンピューターと未完成のセルが。ここだよな。はい。どうする、もう破壊しちまうか。 Yes, please. その地下の研究所の中も調べてみましょう。もしかしたら人造人間攻略のことで何かヒントが手に入るかも。それもそうだな。よし、行ってみるか。Oh, that was it. So we're not going to see anything. やったな。ええ。これでこの時代にセルは生まれずに済みますね。それにしても思いがけない収穫があったな。お前が地下を調べてみるって言ったおかげだよ。まさか17号たちの設計図を見つけられるとは。これを母さんに見てもらえば、奴らの弱点がつかめるかもしれません。あ、それで、あのクリリンさん、見つけたこの設計図を母さんに届けてくれませんか。え、一緒に行かないのか。俺、父さんと一緒に修行をしてみようと思うんです。Yep. もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのなら。でもベジータが一緒にやってくれるとは思えないかもしれません。でも一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さんも分かっているはずです。そうか、覚悟はできてんだな。わかった、頑張ってこいよ。はい。クリリンと別れたトランクスはベジータの元へ向かい、一方でクリリンは設計図をブルマの元へ届けた。ドクター・ゲロの天才的な頭脳を惜しみながらも、ブルマたちは人造人間の弱点を探り始めたのだった。そして2日が過ぎ、3日が過ぎていった。ピッコロたちはカメハウスを起点にセルの行方を追っていたが、巧妙に姿を消すセルを捕らえることはできずにいた。何もできぬまま、ただただ人々が襲われ続けていた。 He keeps killing people. 例の怪物が今度は南地区48地点の町に現れたようです。すでに住民の半数余りが。今度は南地区か。くそ、まだ間に合うかもしれん。行くぞ。頼んだぞ。しかしセルめ、むちゃくちゃやりおるわい。アンレ、みんな行ってしまっただか。ごはんちゃんも。ごはんちゃん、気ぃつけるだぞ。うまく見つけることができればよいが。あ、Finally. 悟空。お、もう大丈夫なのけ。あ、病気はすっかり治ったさ。よかっただ。心配かけて悪かったな、父。カムシニーのじっちゃんも。よう回復した。ところで、さっきみんなが出てったみてえだけど、もしかしてセルっちゅうやつか。そうじゃが、なぜセルのこと。夢の中でみんなの話聞いてた。大体のことは分かってる。なんと。オラも修行しねえとな。もう戦う気け。ダメだ。She's gonna fight. Why do you still ask? 心配すんな。まだ戦うわけじゃねえ。
今のベジータに勝てねえんならオラにも勝てねえから、修行して上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人の上をな。スーパーサイヤ人のさらに上を目指すやと。Why does everyone Gohan mo just know that there is a level above? Ika, jodan ja ne. To iite toko da ga, tometa tte muda da be. Shou ga ne na. Dōse nara unto tsuyaku yatte kere. She's awesome there. Chichi. Hadashi, kono tatakai ga owatta ra, kondo koso Gohan-chan no benkyou no jama o sasenei da zo. Son de motte Goku-san wa hataraite morau.Jesus. Thank you. Ja, itte kuru. Choof. Koitsu de chikazukeba, Cell ni ki o satorareru shinpai wa nai. Oh, that's why. That's pretty smart actually. Zurugashikoi yatsu da. Chikazuite mo kakurerarete wa sanashimo nai zo. Goku!どうやって来たんだ。例の瞬間移動ってやつか。あ、もうしっかりいいのか。まあ腹は減ってっけどな。神コロ様。神コロ。名前まで合体させるんじゃない。基本はほとんどピッコロなんだ。ピッコロと呼べばいい。ほら今のまんまじゃ人造人間にもセルってやつにも勝てやしね。ご飯連れて修行に行ってくる。たった一日で一年間の修行ができる場所へ。そうか、精神と時の部屋へ行く気だな。しかしあの部屋で一年間過ごし通せた者はいない。昔のお前もせいぜい1ヶ月がやっとだったはずだ。あの時と今は違う。今度は大丈夫だ。それとあとベジータとトランクスも連れて行く。あいつたちもきっと耐えられる。ならば早く行くんだ。セルは人間を殺しどんどん力をつけてきている。ああ、悟空聞かせてくれ。フリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか。両方だ。Yeah, of course. そうか、諦めてないってわけだな。いいぞ、ごはん行こう。ベジータたちを呼びに行く。Cool. Vegeta さんたちはどこで修行してるんだろう。ずっと向こうから木を感じんな。What? Oh.Go. Vegeta の木だ。トランクスもいる。Here they are. Is he gonna make me fight them? どうだ？特訓の成果は？ダメです。父は俺をただの厄介者としか見てくれてません。その父もこの3日間、ただああしてじっと立っているだけで。Why?さすがベジータだ。ぼんやりとスーパー。よ。邪魔だカカロット。失せろ。そう言うな。修行にいい場所を知ってんだ。精神と時の部屋っちゅうんだけど、たったの一日で一年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か。あ、ついてこいよ。別に。オラと一緒に修行しようっちゅんじゃねえから。だけど部屋の定員は二人までだ。時間がねえからおめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし俺たちが先に入る。OK。オラが子供の頃そこで修行したことがあるが。Come on, game.1ヶ月くらいしか減ってらんなかったくらいに厳しいぞ。上等だ。俺にとってはちょうどいい。神神神神神神。
父さん、今度は俺も一緒に修行させてください。俺は足手まといなんかにはならない。勝手にしろ。Why do I catch these? Oh, wait, just found something new. This is new. Goku and Tien once again face off in the world tournament. Goku admits he's surprised by Tien's growth, then removes his shoes and some of his clothes. Tien is shocked to find that the clothing Goku removed weighs over 220 pounds in total. Realizing that Goku has been fighting with weighted clothing this whole time, Tien laughs with delight, excited about the promising fight ahead. Nothing else? Nothing in here? Nope. Nope. Let's just talk to Mr. Popo.精神と時の部屋でまた修行してんだけど、いいか。分かった。ついてこい。風呂とトイレ、食料とベッドだけはある。頑張って修行しろ。カカロット、なぜ俺にも修行を進める。俺の最終目標は貴様なんだぞ。Whatever, man。今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感づいてるはずだ。Yeah。後悔することになるかもしれんぞ。Probably。お先にすみません、悟空さん。頑張り。仲良くしろよ。空気も薄いし、重力も何倍もある。それに何もない、ただの真っ白の空間だ。なるほど、これでいい。こんなところで父さんと1年間も。Shut up。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞ。はい。What? Now? Okay. 遠慮はいらん。Wow, that was a lot of damage, though. Yeah, pretty good. 前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんな、それは戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら当たり前だ。俺は父さんとは違う。軟弱者が、俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。次はあの町を狙うとするか。待っていろ、17号、18号。
人間どものエキスを奪い、うん、スーパーパワーアップした暁にはお前たちは吸収し、Gross. そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。Gross. It'd actually be fun to control Cell. Shit. ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間もなく一日が経とうとしていた。この神出鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており、世界中が、シェ、やっぱ普通に探してもダメっすよ。気を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすから。まずいぞ、もうセルはかなり強くなっているはずだ。精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう念の。よう、おっしゃ、人造人間対人造人間、進化するセルの恐怖。クソ、タイミングがいいのか悪いのか。 Where are you going?孫悟空はここにいるかな。奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだが。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。 Just beat it。 ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。 OK。 ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある。やれやれ、懲りない奴らだ。お前たちは来るな。無駄だということは承知しているはずだ。Doesn't Krillin have whatever? 奴らのどちらかでも破壊できる。I mean, ah shit, I can't. まだセルが奴らを吸収していなかったのは不幸中の幸いか。ザコがいるようだな。Leave the fuck alone, man. 神と合体してパワーアップした今なら少しはチャンスがあるかもしれない。 I mean, hopefully, yeah. あそこならいいだろ。何も喋らなければ今度こそ殺す。いいな。前のように簡単にはいかんぞ。さあ来るなら来いよ。戦うのは貴様一人か。当然だろ。お前ごとき俺だけで十分だ。しめた。十七号だけでも倒せば、セルの完全退化は防げる。いざ。Let's boogie。いざ。俺のパワーアップがバレている。Fuck you. That's another fourth of his life or something. Yeah.That's effective. That's not doing anything. That is, though. Hey, how you doing?Oof, that was great. That was a shitload of experience too. Power は互角でも、
スタミナに差がつき始めてきたようだな。俺の…セル…しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。Fuck。 そこまでパワーアップしていたとは。貴様一体何人の命を犠牲にしたのだ。犠牲？私のパワーの一部になれたのはむしろ光栄というべきだ。気をつけろ17号。そいつは貴様を吸収するつもりだ。何？どういうことだ？ Yeah, get the fuck out, man。簡単に言うぞ。そいつはセルという名でドクターゲロのコンピューターが作り上げた化け物だ。今はまだ未完成で貴様と18号を吸収してやっと完全体になるらしい。Yep。 なんだと？喜べ兄弟よ。私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる。それこそドクターゲロが長年追い求めていた究極の戦士なのだ。ふざけるのもいい加減にしろ。究極の戦士ならもうここにいるだろ。お前の意志などどうでもいい。吸収されることはもう決まっているのだ。その鬱陶しい口を黙らせてやる。ダメだ、逃げるのだ17号。 What's with his eyes? 敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。 What's with his eyes? やれやれ、無口なお前が口を開いたと思ったら。 Yeah, run away. Shut up. バカにするな。くそ。I'm gonna fight Cell, right? なんてことだ。セルの気が信じられないほどアップしている。はっきり言おう。もうダメだ。これではどうしようもない。クリリン、ブルマさんから電話だべ。もしもし、クリリン君。見つけたわよ、人造人間の弱点を。 OK。 本当ですか？ええ、17号と18号は緊急停止用の回路が組み込まれているの。動きを止めてしまえば簡単に破壊できるはずよ。そのためのコントローラーはもう作ってあるわ。すいません、すぐに持ってきてもらえませんか？そう言うと思ってもう近くまで来てるのよ。すぐにそこに着くわ。ありがとう、ブルマさん。俺はピッコロを手伝いに行きます。役に立たなくても Please。 ここでじっとしているよりはマシだ。よっ、天津飯戻ってこい。今のわしには全くどうすることもできん。世界一の無天老師と言われた時代が。 That's a long time ago。これがコントローラーか。ただし10メートル以内にまで近づかないと効果ないから。10 yards, 10 meters are not the same thing。 それとベジータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで作ったんだけど。それ必要なのは悟空たちですよ。今神様の神殿にいるからブルマさんが持って行ってくれませんか？いいわ、クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね。破壊？Come on, Krillin. Am I gonna fight Cell right now? What is this? こいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか。Good effort.
17号。やりやがった。おっしゃ。なんということだ。世界が違いすぎる。あまりにもあれではどうしようもない。確かに逃げた方が良さそうだね。 Yes、 一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号。やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。Oh, cutscene, finally. They should have more of these. Nice! It is a cross! Get away, man. Get away, you idiot. こんなに強かったのか。16号のやつ。Shit. まだだ。今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない。人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。Oh, there should be more of these. There should be more of these. Gross. Fuck.逃げるぞ18号。あーシェ、まずいぞ。すまんなチャオス、俺は死ぬかもしれん。逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さて、The subtitles are パワーの方はどうかな。 Terrible。 16号さあ、今度お前の番だ18号。共に完全体を作り上げよう。戦機候補はっ。This could look a lot better。 早く逃げるんだ。はっ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 もうやめろ。やめんだ天津飯。これ以上気候法を使ったら死んじまうぞ。やめろったらやめろ天津飯。 He is saving everyone. Are you stupid? 死ぬな天津飯。来てる。おのれ、たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。孫悟空、おめえがせるか。 Just kill him now. ピッコロの木だ。 Oh no, you can't. Right. ピッコロはまだ生きてる。
何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせんぞ。What? We're gonna fight? Fuck. No? Not a key battle? Please stop that. Okay, I'm gonna get experience. Tane, really? Doko ita? Dou yatte idou shita no da? Ima no ora ja, dou hikkuri kaette mo omei ni wa kate ne. Daga1日待ってろ。必ずおめえをコテンパンに倒してみせろ。何を言い出すのかと思ったら、たった1日で何ができるというのだ。二人とももう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先祖がある。逃げる気か？そうはいかん。逃げられた。消えるとは見ようの技だ。孫悟空、いつの間にあんな技を。Showing that to sell might have been a bad idea. おっと、18号を捕まえねば、孫悟空など今やどうでもいい。壊れている16号と一緒では。そう遠くまでは行けないはずだ。セルは異常なまでの強さだ。はっきり言って誰も勝てない。おい、ベジータとトランクスが部屋から出てきたぞ。Cool. 本当か。どうもすみません。お待たせしました。父は2ヶ月ほどでスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたが、それでも納得できず。トランクス、余計なことは言うな。うまくいったんだな、ベジータ。さあな。だが貴様がこれから中に入って特訓しても無駄になる。この俺が全てを片付けてしまうからだ。セルも人造人間どもも。ほら、
さっき進化したセル見てきたが、とんでもねえ化け物だったぞ。いたいた、クリリン君の言った通りね。あ、ねえねえちょっと。なんで髪型変わってんの？カツ。ここには不思議な部屋があって、そこでの1年は外のたった1日なんです。へえ。一体何をしに来たんだ、ブルマ。ほら、ベジータが着てる戦闘服ってすごく防御力が高いじゃない。だから。へえ、意外と軽いんだなこれ。さっきも言ったが、カカロット、貴様はその服を着ても無駄だ。おめえがセルを倒しちまうからだろ。そんならそれが一番いいさ。よし、ご飯。今度は俺たち親子の修行の番だ。はい。ブLet's go. 厳しいからな。覚悟しとけよ、ご飯。スーパーサイヤ人のその先へ。戦士たちの荒修行。何もかも真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気つけねえと。こんなとこで1年も。Better stop training. 早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕が なれるかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。Yep. とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。Okay. 僕ひょっとしてお父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、最初のうちはな。Dude, ほら、You're terrible. スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしご飯、おめえにはそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。え？僕がお父さんを？そうだ。絶対にそうなっとオーラを持ってる。そんな、僕が…すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てずじっくりやっていこうぜ、ご飯。まずは軽く体でも温めてからだ。うーふ、準備運動だ。 I don't remember my techniques. 加減はいらねえぞ。はい、よし。It's all melee stuff. I don't even know Kamehameha. Well, that's bad. That's good. だけのことはあるみたいだな。そうかな。
That's messed up. Yes. Lots of experience. Level up. 43. Hey. この部屋で戦うのは結構大変だね。技や体の付け方はさすがじゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ。はい。It's gonna be rough though. 違う違う。それじゃ気をでっかくしてるだけだ。スーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる。He's not an angry person. 怒り。プツンと切れるんだ。そんなこと言ったって。怒れないよ。いきなりうまくなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。焦ることなんてねえぞ、ごはん。はい。Okay. さて、行くか。俺も行きます。勝手にしろ。So I know I leveled up at some point. Right? That island. Let's go. Positively glowing. Seru no yarou o mitsukete ne. Omae wa te o dasu na. Fuck. I don't even know what level Vegeta is right now. 18号たちの姿が見えん。この辺りの農業家の島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。Just go into the water, man. And they're not.現れんか。面倒をかけやがって。Hey. 貴様はベジータ。貴様がセルか。あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに。バラバラに。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。ナイスワン。Oh, that's the level beyond Super Saiyan. That's it.I want to see this. Oh, that's a lot. Let's not.
actually see this, this attack in action. That's a lot. Gimme. どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。え？バカな。貴様はベジータだろう？違うのか？違うな。俺はスーパーベジータだ。Okay, that's a bit much。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ。あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。あ、人造人間たちだ。Fucking idiots, こんなところにいたのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うん、うーちくしょう。ちくしょう。完全体に、完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすれば、この俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けはせん。